これは私の学校で昔から伝わっている話。私の通っていたバツバツ小学校の校舎には一箇所妙な場所があるの。4階の廊下の一番端っこの壁に小さな隙間、女子トイレの扉のさらに奥に不自然な奥行きがあって、行き止まりの壁に隙間が空いてるの。覗いてみればわかるけど、隙間は結構長くて、そうね、大人の人間の腕2本分ぐらい。でも隙間の横の長さは3センチから4センチほど、いくら小学生でも入れない隙間。どんなに痩せ細って骨と皮だけになっていても無理でしょうね。どう頑張っても腕が精一杯、肩で止まってしまうわ。あなたも似たような隙間を見つけたら試してみたらいい。無理だってわかるから。腕を入れた後どうなっても知らないけどね。隙間には何が潜んでいるのかわからないのよ。見たこともない虫がいっぱいうごめいているのかもしれないし、わけのわからないものが住み着いているのかもしれないのだから。私が知っている話は、そんな隙間に殺されてしまった少年の話。少年の名前は A 君って呼ばれているわ。本名は知らないけれど、もう彼は話の中では A 君なの。その子はもう死んでしまったんだから。 A 君は小学6年生で6年4組にいたわ。そう、ちょうど隙間に一番近い教室。前々から興味があったんでしょうね。そのクラスになった日に彼は隙間を見に行ったわ。その頃から噂になっていたのよ。今ほどじゃないけどね。4階の端っこに妙な隙間があって、覗き込んだら誰かの目が見えたとか、誰かがおいでおいでをしているとか、たわいもないものよ。でも小学生ってみんな怖いものとかに興味があって仕方ない頃でしょう。休み時間になって A 君が行くと、クラスの子たちが隙間に集まっては消しゴムのカスとか牛乳瓶の蓋とかを投げ入れては遊んでいたの。怖がってやめようって肩を引っ張る子供とか無邪気よね。 A 君もワクワクして同じようにポケットに入っていた5円玉を隙間に放り投げたの。チャリンって5円玉は隙間の奥に当たって倒れたわ。なんだ、何も起きないじゃんって A 君はがっかりした様子で言ったの。途端に5円玉もったいなかったなって思いも込み上げてきて、 A 君は隙間に手を伸ばして奥に入ってしまった5円玉を取ろうとした。でも無理。隙間は大人の腕2本分の長さで、横幅が3、4センチなんだから。同時にチャイムが鳴って、子供たちは一斉に教室に戻っていったわ。あ、待ってよみんな。教室に戻っていく子供たちはみんなその声を覚えていた。 A 君の最後の声をね。6年4組の授業が始まって先生がやってきたわ。ふと見渡すと A 君が席にいない。おい、 A はまだ遊んでるのか。あ、 A ならさっき隙間のところで遊んでました。さっき一緒に遊んでいた一人が隙間の方を指さして言ったわ。仕方ないなとその子を連れて先生は隙間の方へ行ったの。でも廊下の向こうには誰もいない。それは離れたところからでもよくわかった。先生が男子トイレにいるかもしれないと中に入った時、廊下から連れてきた男の子の耳をつんざく絶叫が聞こえてきたの。何事だって先生が廊下へ出ると、男の子は廊下で恐怖に震えながら廊下の向こう、隙間の方をガタガタと指さしたわ。ええ。隙間の中を見たとき、先生もその場に崩れ落ちた。誰でもそうなるわ。だって隙間の向こうに A 君がいたんですもの。3、4センチしか横幅のない隙間の中でビクビクと痙攣しながら5円玉を握りしめて、 A 君は隙間の奥にいるのよ。血まみれになった体からドクドクと鮮血が流れ出して隙間を真っ赤に染め上げて、 A 君の体は4センチぐらいまでに押しつぶされ、隙間の奥に埋まっていたの。
よく子供が落書きする棒人間、そんな例えが合ってるかしら。顔も半分以下に潰されて、中の詰め物が溢れていた。体もぐしゃぐしゃに潰れて、肋骨が体から無残に突き出して鮮血でピンク色に染まっていた。先生は絶叫したわ。それを聞きつけて生徒たちや先生が隙間の方に走ってきて、みんな絶叫してトイレに駆け込んだ。それほど A 君はひどい状況だった。しばらくして警察が駆けつけたけど、 A 君がそうなった原因は全く不明だった。子供の力で奥まで行けるはずがないけれど、誰かが A 君を押し込むにしても道具が必要だったし、 A 君と子供たちが別れてから発見されるまで長くても8分ほどしかかかっていない。さらに A 君を隙間に押し入れる音どころか、 A 君の悲鳴すら誰も聞いていないのだから、事件は全くの謎のまま闇に葬られたわ。あ、そうそう、 A 君の死体取り出すのに苦労したそうよ。腕も届かないから、とても長い棒のような道具で死体を引きずり出すしかなくてね。棒でつつくたびに鮮血が散ったって話よ。それでもそんな事件があっても隙間はその小学校にあるの。隙間を埋めようとすると必ず業者に不幸な出来事が起こるらしくてね。仕方なく立ち入り禁止のテープが貼ってあるの。その場しのぎってやつね。私この話を友達から聞いて一回行ってみたの。そしたら隙間の奥で何か光ってて、それは綺麗に光る五円玉だった。私は取らなかったけど、もし隙間に入っているお金を見つけたら手を伸ばしてみることね。とても貴重な体験ができると思うわよ。